頭の上に魚。あっち見てバニラ。白イルカちゃんだ。白イルカちゃんがいるよ。おお、本当に白い。まるで燃え尽きたように真っ白。本当に私の毛並みと一緒。超可愛い。本当にぬいぐるみと同じ。そこら感動です。主人様、あの魚、あれは何て言うんですか？デバスズメダイ。デバスズメダイだって、バニラ。デバスズメダイ、思い出に覚えた。完璧。水族館も初めて来れたから楽しいです。すっごくすっごくすっごく楽しいです。ご主人様、私も超嬉しい。そうは見えないかもしれないけど、猫背でかなり上位に入るはしゃぎっぷり。ご主人の株が今朝から青天井。超感謝してる。あの時一生懸命に頑張ってよかったです。お店も手伝えて、遊びにも来れて、鈴最高、超最高。
主人様、ちょっとトイレ行ってきていいですか？あ、じゃあ私も一緒に行く。はーい、お願いします。ご主人、お願い。ぬいぐるみ好きなんですか？両手白イルカとジンベエザメ持ってるから。見てましたから。猫ちゃんたちがぬいぐるみ好きなんですかって勘違いさせちゃってすみません。すっごく可愛い猫ちゃんたちでしたね。子猫ちゃんですか？寝れなくてもいいじゃないですか。あんなに懐いてて、ちゃんと鈴も取らせてあげて。立派な飼い主さん、いえ、素敵な彼氏さんですね。大丈夫ですよ、心配しなくても。あんなに慕われてるんですから、もっと自信持っていいと思いますよ。実は私も家で猫飼ってるんです。これがまた全然言うこと聞かないんですけどね。だから親近感が湧いて思わず声かけちゃいました。本当は来園者に一つなんですけど、サービスで風船2個あげちゃいますね。ぜひ猫ちゃんたちにあげてください。喜ばせてあげてください。じゃあ私はこれで失礼しますね。開き直るらしい。最低だね。うえー、バニラ悲しい。ショコラは悲しいよ。ショコラには私がついてるから泣かないの。よしよし。
帰ったらご主人のパンツに練りわさびと練りからし塗っておくね。でもそれでご主人様の男の子が男の子じゃなくなっちゃってもショコラも困るし。でも浮気は恋猫として厳罰を持って怒らないと。都合のいい猫になっちゃダメってテレビでやってた。ショコラにはそんなことできないよ。所詮ショコラは都合のいい猫がお似合いにゃのね。はい。主人様、うん、にゃん、ご主人、ご主人様？あ、ごめんなさい、ついうとうとしちゃって。仕込み終わっちゃった。私も手伝う。本当に楽しかったです。ショコラたちの行きたいって言ってたところ、覚えててくれて嬉しかったです。ご主人様、初めての遊園地も水族館もすごく楽しかった。みんなでいっぱい写真も撮ったし、すごくいい思い出。ございます、ご主人様、大好きです。私もご主人のこと大好き。にゃは、おでこにチュンしてもらっちゃった。本当にご主人は恋猫殺しだよね。Thank you.
好きです、ご主人様のこと。こうしてもらってるだけですごくドキドキして、胸が温かくなって本当に幸せ。うん、わかる。すごく胸がドキドキして、心と体がポカポカするの、ご主人。いいえ、今は発情期は関係ないです。ご主人様が好きで、好きだからドキドキしちゃうんです。鈴のテストで人は恥じらいを持たなくちゃダメって教えてもらいましたけど、これってダメなことですか？発情期の時は頭がポーっとして変な感じになるけど、今は心がドキドキしてあったかい感じ。多分これが幸せって気持ちなんだと思う。好きな人がデートに連れてってくれたなら、今度は何かお返しがしたい。私たちだってご主人のために何かしてあげたい。ショコラたちが作るのはどうかな。それ明暗、とても子猫っぽい。